ウェガムスポーツ第74回の今回はクロッカスステークス3歳オープンの予想をしていきたいと思っております。というわけで今回も特注は想定7番人気リョウのテソーロ、この厩舎の丸買いはね、結構芝でも結果を出してくると、去年で言えばリエのテソーロ、今年で言えばモルトアレグロと、すでにねオープン戦線で結果を出しております。そしてこの2頭の父スペイツタウンがこの量のテソーロの母父となってますのでね、血統的にも存分に期待できるんじゃないかなというふうに考えております。そして想定1番人気アンブロジオ、この馬であえて消しでいきたいと思います。このクロッカスステークスというレースの例年の傾向で言えば、スプリンターがね結果を出すレースなんてことで見てみたら、この馬以外みんな距離延長組か、少なくとも芝1400で結果を出してきた組なのに対して、この馬はマイルで連勝していると。そうなってくると1400ギリギリ、もしくはもっと短い距離に適性がある馬にとってはですね、もうちょっと緩いペースを作る、つまりマイルがね得意な馬向きの展開にはならないんじゃないかということで、思い切って決死でいきたいと思います。そして2番人気ミッキーワイルド、この馬新馬からの2戦目というのも厳しいところなんですが、その新馬で負かした馬もですね、その後の結果を見ると、これぐらいの着差で負けるよなと、この馬がちぎって勝ったのも相手関係弱かったからだよなというような目立つものではないというような結論に達しますし、新馬戦の着順だけで人気を吸ってくれるんだったら嬉しいかなということで、思い切って消したいと思います。そして3番人気息子ローソ、その残りの馬で力関係をどういうふうに見ようかなと思ってですね、未勝利戦勝った時どんな相手に勝ったのかなと見ていったんですが、この馬はその時の2着馬が後にオープン2着しているということで、こうやって人気に押されるだけあって、比較的骨っぽいメンバーといい競馬をしてきたということが言えると思います。そして想定4番人気ヒシコスマ、この馬はね決死でいきたいと思います。1400では2戦2勝なんていうところはねプラスなんですが、マイルでの負け、いくらなんでも大敗すぎるだろうと、こういうタイプの馬使い込まれて良くないかなということで、一息入れるまでスルーをしてみたいかなという形でいきたいと思います。そして想定5番人気アイスフィヨルド、前走は出遅れ、そう考えるとですね、このコースに戻って巻き返しということは存分に考えられますのでね、この馬は買いでいきたいと思います。そして想定6番人気マドモアゼル、この馬は買いですね。前走マイルの G1 でちょっと負けましたけれども、距離短縮で再びこの1400という距離ということであれば狙える馬かなというふうに考えます。そして想定8番人気マイティーワークス、この馬前走はちょっと後ろからの競馬になってしまって、しかも前が詰まったなんてことがあって大敗したようです。そうなってくると馬場が悪かった2走前、先週購買ステークスを勝ったモルトアレグロの3着という競馬を高評価して、それぐらい走れれば同じコースで存分に結果を出せるだろうということで狙ってみたいと思います。というわけでここまでで5頭になってしまったんでね、とりあえずあとプラス1ひらめけ大穴ということで、想定10番人気ビリーバー、スプリンターが来るレースなんでね、前走勝ち上がった2勝目を挙げたのが、芝1200なんていうこともあってのこの人気順だとしたら、この馬はね、ここで狙わずして、どこで狙うんだというような感じで、距離延長が嫌われているので狙うというパターンですね。買ってみたいと思います。以上、ここまで3連単5等ボックスプラス1なら多分当たると思います。以上、ハッチーでした。というわけで、今回の買い目ですが、こんな感じでいきたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いいたします。